出身、東京芸大附属高校合格後入学を辞退され、藤島高校、東京大学美学芸術学科にて学ばれました。現在はセントラルライチ交響楽団名誉指揮者、コスタリカ国立交響楽団警官指揮者を務めていらっしゃいます。それでは改めてご紹介します。小松翔生さんです。はい、それではよろしくお願いいたします。はいはい小松先生というと、普段プロのオーケストラを指揮されることが多いと思うんですが、なんか吹奏楽とってなんかちょっともしかしたらあんまりないのかなっていう気がしたんです。どうですか？もう中学高校とガチでブラスバンド打ち込んでまして、もう現代になったりなんか国立代表堂のバンドやってまして、あと留学行った時もイーストマン音楽院というところにたまたま行っちゃって、イーストマンウィンドアンサンブルって世界中のウィンドアンサンブルの発祥の地に行っちゃって、そこで副指揮者を2年させられたので、すごくラッキーだったなと思ってます。だから今日、本当にもう、マルシェさんの中で、こうやってプラスジャンボリーをやらせていただくのは初めての経験で、なんか、古巣に戻ったような嬉しい気持ちです。ありがとうございます。今ほどお話にもあったと思うんですが、イーストマン音楽院、イーストマン学院大学院指揮科で、学ばれたということで、実はその場所っていうのは吹奏楽が生まれた場所なんですね。フレデリック・フェネルという吹奏楽の神様、そしてドナルド・ハンスバーガー、こちらも吹奏楽です。非常に有名な方なんですが、2人の弟子ってことになるわけですかね。特にハンスバーガー博士にはお世話になりました。はい、ということで、小松先生もともと吹奏楽少年だったということもありますし、アメリカに渡って吹奏楽を学ばれたということで、非常に吹奏楽とは距離が近いわけですけども、でも今日みたいにこうポップスって言いますかね、こういうのを指揮するって結構珍しいんじゃないですか。いや、アメリカではどんどんポップスがありましたけど、今日すごいっていうのは、今日皆さん初めてこのサックスでもトランペットでもクラリネットでもフルートでも初めて顔を合わせて、はい、たった1曲につきもう10分か15分しか合わせてないのにピタッとやるんですね。だから僕は指揮の仕事を邪魔しないようになんか警戒してリハーサルしてましたけど、その醍醐味がありましたね。やっぱり皆さん力があるので。でも今日集まってすぐパッとこれできるのも音楽の魅力かもしれないですね。それはやっぱりヤマハさんのやっぱり実績とやっぱり評判があるからこそ、こうやって全国から県内もというですけど集まってこられたんだなと思って、猛者ばっかですねだからなんか仕事を邪魔して、僕なんか踏みくりがして一杯苦労してます。風が強いもう踏みくりしてちゃんとすれば演奏でもうまくいく。このブラスジャンボリーっていう企画も本当にこう 一堂にこうやってね返してできるっていうのは本当に素晴らしい企画だなと思いますけれども、小松先生、今回ブラスジャンボリー初登場ということで、もうびっくりしまして、皆さん羨ましいなと思います。はい、ありがとうございます。実は、これ全然関係ないんですけど、小松先生と僕は共通点がございまして、実は三国町出身なんですよね。三国の方ここら辺たくさんいらっしゃるんですけど、たくさんいますか？三国は大島小学校で、大島小学校なんですだからなんだって感じなんですけども、結構あそこら辺木が荒くて柄悪いんですよ否定はしませんね、さっきもでもこういう共通でね、こういうご縁もいただけて大変嬉しいなと思いますけれども、はい、それではね、また今後もこれからもねステージどんどん続きますので、お楽しみいただきたいと思います。